ようこそ。ゲストの皆様こんにちは、おたけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よし、はい、後ろがやかましいですが、今これ何の視点で見てるか分かります？とある動物の視点なんですけど、はい、もう分かるよね多分。ブーブーうるさいなお前は。みんなに質問してる最中にブーブーうるさいな。可愛いけどね。はい、こんな感じで、ピックシミュレーターっていう海外のゲームなんですけど、今回こちら実況プレイしていこうかなと思います。はい、豚視点のゲームですね。なかなか新しい。てかさ、背中になんか書かれてない？なんか番号的なの書かれてない？名前かな。よし、じゃあ俺が名前つけてやる、お前らにな。1,2,3,4,5 匹、了解。5匹いるね。じゃあ、お前は西村だね。で、君は中村で、今振り向いた君は杉村で、ちょっとおとなしめな君は田村だな。で、君はペテルギウス。よし、オッケー。僕は志村です。てかめっちゃ綺麗だよねこれ。なんか飛行機の音するんだけどさ、飛行機止まってるなあれ。空中で止まってら、飛行船も止まってらあれ。マジか。あ、てか扉開いてるな。さっき閉まってたよね。あ、トラックあんじゃん。いつの間に？え、待って、これ嫌な予感しかしないんだけど。え、これトラックの中入ったら、なんかもうみんな想像つくよねこれ。かられないこれ。え、生き別れるの？そうだよね、悲しいよね。今めっちゃ泣いてたなこいつ。どう思う、あのトラックに乗るの。俺嫌なんだけど。めっちゃ威嚇すんじゃん。いや、わかんない。遊ぼうって言ってるかもしんない。それか、早くお前行けよ、志村って言われてるかもしんない。じゃあ、志村行きます。ほら、行くぞ、ペテルギウス。ほら、ペテルギウス。ちょ、待って。これ逃げれんじゃない？みんな脱走だ！逃げるぞ！ほら、こっち来い！俺だけ？俺だけ？おぉ！やばい、出荷される。今約束のネバーランドをタイムリーで見てるから、出荷の気持ちがすっごい心にしみる。はい、てかみんな生き別れじゃん。声はなんか聞こえんだけどね。マジか。西村、中村、杉村、田村、そして俺、志村。あ、一人忘れてた、ペテルギウス。ペテルギウス、皆さんわかります？ペテルギウス。僕、リゼロ好きなんですよ。はい。ペテルギウス、わかる人はわかりますよ。脳が震える名前です。これ、どこに連れてかれるの？まあ、出荷ってことはなんとなくわかるけどさ、トンネル入った。すごいね。なかなかリアルだよね、これ。豚の気持ちがわかるゲームですよ、皆さん。みんなは今、この時間、すごい、とても貴重な時間を体験してます。豚はこんな感じで出荷されます。本当に出荷なのか分かんないけどね。わけ分からないけど、これからお前地球の平和を保てみたいな感じでスーパーヒーローにされるかもしれないしね。めっちゃ水きれいなんだけど。あぶない、ちょっと待って、柱が入ってきてる。柱、めっちゃ柱入ってきてんじゃんこれ。大丈夫？はい。ちなみにね、これ VR でもできるみたいなんですよ。僕ね、VR ね、まだ持ってないんで、普通にやってるんですけど、全然普通でも十分いいよね。うん。VR で豚目線やったら、かなりリアルになっちゃうもんな。それはそれでなかなかきついものがありそうだ。止まったけど、これ降りるの？おお！おい、西村、みんないる、みんないる、みんないる。え、かわいい。かわいいな。豚かわいいよね。子豚の方が好きかな、でも。え、みんな、おい、これ完全に出荷じゃねえか。鬼か、お前は。すげえな、なにこれ。みんな、これかなり貴重な体験ですよ。俺入んないから、志村入りません。
全然こっち向いてくれないし何も言ってくれないからやっぱ入るわすげえなこれ。みんな待って、俺はひょっとして見てはいけないものを見てるかこれ見なかったことにしよう。ここに入んないと進まないしね。なんだお前、何の役割だ。全然違う方向向いてたじゃん。あっ、自動で動いてる。どいたどいたどいた、ほらほら、中村はお前次男だろ。え、やば、リアルすぎない。あっ、何ここ、あ、閉まってる。あー、なんか迫ってる。下がさ、自動で動いてんのかなと思ったけどさ、壁が攻めてきてたのか。鼻スタンプ。呼吸できないよね、これ。こっち向きましょう。なになになに、ピーピーピー言ったよ、今。偉いなぁ。顔めり込んでるぞ。顔大丈夫よ、顔。あー、ケツ、ケツ押し込めないでよ。結構きついわ。兄弟の西村のケツに顔を突っ込まれるってきつい。お前も、いやもうやだ、ケツ邪魔いいからそのケツ、兄弟のケツいいから。あー、鼻スタンプ。痛い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 。乗ってんじゃん、完全に乗ってんじゃん。騎馬戦みたいになってるよこれ。え、浮いてるからね、お前に限っては。エレベーターに乗せられてる。え、なにこれ、どうする。西村、杉村、田村、中村、ちょっと名前忘れてきたわ毎回どうしたどうしたどうした、お前ら大丈夫か。お腹すいた。めっちゃふがふが言ってんじゃん。え、え、ん、あ、動けなくなった。え、え、え、なになになに、あっ、やばい、これ眠らされてるみたいな。うおぉ、やば、こんな感じなの。ちょっと、あ、やっぱ3番って書いてある。あ、あ、あ、豚のベルトコンベア、マジか。俺はね、え、え、ねねねね、おお、え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 、おお、え、なにこれ。あっ、バグったかと思って今。もう動かせらんない視点。これさっき見てはならないもの見たところだよね。俺は吊るされてるのか今。みんな縦に吊るされてるけど俺だけ横じゃないこれねこれ特別扱い。まさかの喋れる豚が来たから俺だけ特別扱いかな。てかみんな3番だったよね。なんか違う意味があんのかな、ランクみたいな。1番が S ランクみたいな。考えさせられるぜこのゲームどうだみんな、みんなが食べてるそのチャーシュー、あと生姜焼き、あとなんか料理してないから全然料理名思い浮かばなかった。みんなが食べてるその料理、豚料理はこんな感じで、豚たちが、ああ出荷されてる。え、スーパーに並べられてんじゃん。え、待って、動かせられんだけどえ、待って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 、お、お客さん
え、待って、加工済みで意識あんのこれ。どういうこと。え、気候種じゃん俺。え、何、俺この肉の塊で今意識あんの。え、みんな意識あるこれ。この豚の物語さ、次回あるとしたら絶対人間の腹の中でしょ。ほらお客さんいる。あ、来た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 。ほら、俺を買ってくれ。え、曲がるの。嫌だよね、でも。こんなめっちゃ喋る肉の塊。恐怖だわ。あ、また来た、また来た。結構待ったよ。結構待ったからね。ほら、俺をそのカートに乗せてくれ。そしてレジに通してくれ。頼むよ。お前ぶっ飛ば、お、多分こっち来る。こっち来てくれる。おじさん、おじさん、ここに美味しい肉の塊があるよ。おじさん、その頭引っ張った。Help! Help me! Help! おっさん、おっさん、聞こえる？おっさん、ハゲ。はい、しばらく待ったんですが、何も起こらないですね。あのおじさんずっと徘徊してるだけなんで、もう諦めましょう皆さん。はい、アメックスーパーにて僕は散りました。はい、ということで今回ピックシミュレーター2らしいんだよねこれ。1知らないな。よければ高評価をしてってくれると嬉しいです。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。こういうね、面白いゲームまた見つけたらやろうかなと思うんで、チャンネル登録もお願いします。また脱出しようということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ではBye-bye.